皆さんおはようございます。フットボールサポーター遠征芸人の HT でございます。2024年フットボールサポーター遠征機構ゴールデンウィーク後半、鳥取編と今回はなります。ということで、JR 大阪駅まで移動して、これから次の列車に乗るために、ホームへ、移動しているところでございます。ということで、今回のゴールデンウィーク後半なんですけれど、まず、今日の鳥取編と、その後の、モンテナアウェイ山口編をセットにて、お伝えすることにしております。ってことで、これから、スーパーハクトに乗車して、移動いたします。ってことで、皆さん今回もよろしくお願いいたします。Thank you.
大阪駅から2時間40分で鳥取駅に到着しました。ここからシャトルバスで会場の方へ向かいます。目的地であるアクシスバードスタジアムに到着いたしました。で、ここに来たのはですね、実に11年ぶりでして、その時はモンテのアウェーで、6得点対象の、試合でした。ということで楽しんできます。
スタグルは、鳥かねさんの、大山鶏焼き鳥3本と、ビールだけにしました。で大山鶏焼き鳥、めっちゃ柔らかくて、美味しくいただけました。
はい、いらっしゃいませ、はい、すみません。
阪駅に到着いたしました。で、今回の、鳥取編は、ここまでになります。で、今回の鳥取編と、この後配信いたします、モンテのアウェー山口編の2本立てで、配信させていただきます。でこの後ですけれど一旦、自宅の方に帰りまして、で、明後日の朝また大阪駅から、動画再開させていただきます。ということで鳥取編ご視聴いただきましてありがとうございました。引き続きのモンテの上の事編よろしくお願いいたします。